よし、今日も昼飯作っていくぜ。というわけで、こちらは昨日アヒージョしたやつです。あの動画は今晩上がります。ニンニク、唐辛子、塩、オリーブオイルです。はい、もうニンニク売ってますんで、ベーコン入れます。弱火でじっくりいきます。もうしめじも入れちゃいます。野菜たっぷりです。まあ、キノコ類かな。野菜もこの後ちょっと入れます。はい、よし、ほうれん草たっぷり入れちゃいます。よし、ゆで汁ちょっと入れる。よし、パスタ、よし。今日はもうゆで汁は普通の水です。あのアヒージョで味がたっぷりついてますんで、もうパスタのゆで麺はオリーブオイルも塩も入れてません。ここでちょっと1分ほど煮込み炒めしてます。煮込みっていうか味付けします。ちなみにパスタは茹で上がり2分前に、パスタの茹で上がり2分前にキャベツも入れてます。野菜たくさん、よし、こんなもんでいいかな。1分半ほど炒めました。和えましたね。和えたというか炒めましたね。汁もそれなりいいんじゃない。乳化具合もね、これぐらいでいきたいと思います。はい、よし、たっぷり。もう時間がないけど、うわすごい。ちょっと待って、予想より多かった。こんな多かったっけ。こんな多いはずじゃなかったけどな。まあいいか、食えるでしょう。時間ねえのにこの量。よし、というわけで特盛りペペロンチーノです。はい、アヒージョの次の日の特盛りペペロンチーノ食べたいと思います。よーし、食べます。はい、どうもパティモス協会でございます。ちょっと時間がないんで、本日は大盛り、アヒージョの次の日のペペロンチーノでございます。何のアヒージョにしたかは昨日の夜食べたんですけど、今日の夜の動画見てください。というわけでいただきます。ちょっと本当マジ時間ねえ。忙しい仕事、今日仕事納めなんですけど、えぐい忙しさ、やべえ。まだまだ頑張らないといけないんで、たんまり食べたいと思います。具沢山です。いただきます。うまいな。うめえです。そうや、黒胡椒かけよう。あ、めちゃめちゃいい匂いしてる、黒胡椒の。いや、もう仕事納めですよね。終わってる人もいるよな、今年。今日ぐらいまでの人多いんじゃない？ねえ、私も今日までです。でもやることはいっぱい、終わった後で。正月休みは明日から4日までなんですけど、ちょうど1週間か。30、31、1、2、3、4、6日間か。全部多分 DIY、 おそらく DIY。 それぐらいちょっとやらないといけないことは目白押しですよ。休んでる間などない、俺には。唯一休みのらしいというか、新年会というか、78人の同級生で集まる
場が2日の夜にあるだけで、あとはもう全くもっても予定は入れてません。てか予定なんか入れてられません。ちょっとぐらい息抜きしたいから、それぐらいは勘弁してください。まあ、とにかく日々 DIY、 うん、ほんと DIY。 住むのはもうちょっとかかりそうやな。来月の10日ぐらいになるかもしれんな。全部こう、あの電気とか通ったけど、年末の年越しをどうするか、まあ、その辺はちょっと今晩の動画で、ね、喋ってると思いますので、まあ新居もう一応ね、お湯も出るしお風呂も入れるからね、うん、あ、この慌ただしく食わなきゃいけないの嫌だわ。この動画の公開がいつになるかもすらわからんな、このタイミング。もう15分後にはもう、ってか10分後には職場行ってないとダメなんで。でも本当年末年始、年末年始よ、この年末アホほど金つこうだから働かな。10年パでもその日記の副音声ちょっと待ってください。今日もちょっと撮るタイミングがないかもしれん。明日ぐらいになるかな。今朝のインスタグラムとツイッターでつぶやきましたけど、バテモト教会のまるで棺桶のようなベッドが完成に近づきまして、まあまだ第一形態なんですけど、まだね今の時点では、まあ、全然俺の中では完成ではないけど、とりあえず寝れる状況までは持っていったから、うん、まあこっから触るけど、まあそんなもん後回しもいいんで、次やらないといけないことも目白押しです。とりあえず今日からソファー作らないといけないから、ソファー作って。明日にはほぼ完成させて、まあ、それが終われば本当にあとはもう簡単なもん、棚とかしかないから簡単、うん、あとだから職場とかね、その辺の今家の住まいの建具、注文してたんですけど、最初は大工さんっていうか建具屋さんに240万だったんですよ全部で。でもそれをほぼもう俺が作ることにしたんで、多分 4,50 万で終わると思うんですよ。素人工事なんですけど、まあ、まあいいでしょう。それも含めて味ということで、玄関のシューズボックスや棚とかももう俺は作ると。
どうしてもやってもらわないといけないところがあるんやけど、そこはやってもらうとして、どれぐらいかかるかって聞いたら、まあ4、50万までじゃないですかと。木の材料代とかかかるけど、多分2、30万で材料なんて十分いけると思うから、木なんてね、手間賃はただ俺がやるから。材料費20、30万かかないよな。うん、いっても20万、そうすると150万ぐらいは浮くから、その分他で使えるし、そもそもバカみたいにソフビに40万使っちゃったからさ、その分は浮かすことができます。やった。やべえ、時間がやべえ。油だまりすごい。でもそんな全然油っこくないですよ、これ思ってるほど。アヒージョの後でそんな油っこくないよね。なんでなんやろ、野菜とかの水も出てるしかな。というわけで、時間がないのでもう仕事行きます。というわけで、パテモト協会慌ただしいですが、今日仕事最終日、すこぶる稼いでいきたいと思います。というわけで、ごちそうさまでした。皆様お休みの方はごゆるりとしてください。本日まで仕事の方、年末まだまだ仕事の方、頑張ってください。ほな。